大阪日本橋キリスト教会は、大阪府大阪市中央区日本橋に所在するキリスト教の教会。教派はプロテスタント。建物は国の登録有形文化財となっている。東京会の起源は1903年6月、河辺定吉により、大阪市南区玉水橋南詰めの一軒家を借りて、最初の礼拝を始めた大阪伝道館に遡る。なお、 大阪キリスト教短期大学は東京会の伝道者養成のため、1905年に設けられた伝道学館が前進。1923年9月には日本自由メソジスト教団第一協会と称し、1933年4月、日本橋協会に改称、1942年3月に日本キリスト教団に加入して、大阪日本橋協会となった。 戦後の1952年5月に日本キリスト教団を離脱して日本自由メソジスト教団に加入し1954年3月に宗教法人大阪日本橋教会として大阪府知事より認証された1960年代後半の大学紛争に橋を発した運動が教会にも及び1984年3月前期の教団から24教会が離脱 新たに日本自由メソジスト教団が創設されたが、東京会は加入が許されず、同年4月に単立協会になった。1988年2月、日本フリーメソジスト教団に加入が許されたが、2013年2月、再び単立協会に戻った。街道はレンガと鉄筋コンクリートを併用。 建築面積342平方メートル1925年竣工。設計は山中も一。思考は岡本工務店で、同社は日本で西洋建築を手掛けたウィリアム・メレル・ボーリズの建築を多く担当した。東側の正面玄関上層の窓はゴシック風で、先頭アーチ、下層には円形の窓を左右に配置。 3階にも5連の戦闘アーチ窓を持つゴシックスタイル。内部の天井の構造と仕上げ、高団、ガラス窓、床、椅子などは当時の建築様式を表している。2000年4月28日、国の登録有形文化財となった。老朽化が進んでいたが、2001年に大規模改修が行われ、創建当時の姿が復元されるとともに、バリアフリー、 昇降機などの機能も整備され、植物の葉をモチーフとした、鉄細工の玄関、ファザードが新設された。大阪府大阪市中央区日本橋1-20-4、大阪メトロ日本橋駅より徒歩5分。ありがとうございます。